守備を気にしろとは言ったけど、そこにいろとは言ってないからね。そうそう、こっちに。陽太郎、もうちょっと、もうちょっと前。大丈夫、もっと離れて。陽太郎、もうちょっと前に行って。できれば、あれを、あんなふうじゃなくて、顔を落とす相手。よし、相手が来たやつに当たるんじゃなくて、相手が来たやつを。ほら。コータもう一個一回切り返して一人に投資するときに足が膝ってるからそこしっかり。それはインサイドに当てるボールが強く当たっちゃってるから全部ちょっと大きめにいっちゃってる。だからいっちゃう。もうちょっと優しくボールを当てる。青いドリブルできたね。次で決めないともういいか。マリア、マリア、前で取って、前行って前。行くのはいい、行くのは全然構わない。でもオッケーなのか、行ってもらいたいのかって声かけないと、ぶつかってるじゃん。お前何回今日見たのか。おー、来たか、来た。次ヒーローになったら、ぶつかんないよ。そう、その辺がね、もうちょっとね。あ、ちょっと。ここ立てないですね。コータロー、グッドグッド、いいよ。勢いでいけばね。マリア、広がって。あれファールスローじゃん。ほら、固まって。マリア。あれお父さんがお前に厳しいんだけど。陽太郎、うち。陽太郎。またもらったらいい。
なかなかなか。わかんないな。ユウ、もらいに行け。ユウ、ユウ、守備の意識持てって言ったでしょ。そこリクじゃなくてユウだよ。ほら捕まえろ。アツシ、相手だよ。相手捕まえんだよ。あ、そこチャンスだよ。しっかり捕まえていこう。ほら相手捕まえな。アツシ、相手捕まえて。マリア行け、マリア行け、マリア行け、帽子もらってきます。いや、あのパターンです。今度3回目だったからね。そろそろ体ごと突っ込めない。お疲れ。お疲れさん。
これは金太郎がのことだから次の方まだまだまだよし、これ点取ってるわけですか、そこやられちゃった。へぇ、調子いいよいいよ、全然失敗、失敗してもいいからどんどんチャレンジして。次はフリー、でも判断をよく考えて、ツータツの方がスリータツの方がダイレクト。投げて投げて投げて、ドリブルできるんだったらしてもいいけど、今日はドリブルに分からないから、ドリブルで相手にボールを奪われないように考えて、そのためにどうしたらいいか考えて、さっきの試合ドリブルで、あいつディフェンスって言われてるのになんであんなとこにオフサイドだからお構いなしです。オフサイド気をつけてよ。パスコース。わあ、ナイスキーパー。でもね、そうだった。おお、入った。押し込め。ああ、これ誰？誰？蹴って。よしき。おお、いや、誰？よしきなんだけど、敵がね。ユウが最後触る。よしきユウ、ナイス。ナイスナイス。サッカー楽しい。頑張れ。決めたい。ちょっと面白いかなと。ちょっと笑わせようかなと。はい、戻れてた、戻れてた、オッケー。でもさ、試合立ってたら負けて悔しいじゃん。じゃあサッカー楽しくするためにどうしよう。試合に勝つ、試合に勝つ、そういう気持ちでいこう。よしきもらってあげて。よしきまだまだまだよしきよしきナイスアシストだったよ、ナイスアシスト。よしきもうちょっと足伸ばす。よしき絶好調、絶好調。アツシー、アツシー、20回触って20回。何つけに、出場者の。まずボールに触ることを。行けこ、自分で。壊すんだよ、そこ。そうだ、そうだ。いいや、入った？入ったよ。びっくりしたよ。イエーイ、よく落ち着いてたね。やっとかわしたか。陽太郎戻って。あ、行こう。慌てないでね。
もっとカリカリにいかないと。